街でそのストラップとかをつけてくださってる方がいたらあって言っちゃいそうな予感が今からしてます。確かに、はい、嬉しいです。でも私個人的に生まれが香川県なんですよ。だから四国でちょっとライブをしてみたいなと、おばあちゃんおじいちゃんにちょっと見せてあげたいなと思います、はい、おじいちゃんおばあちゃん孝行したい、はい、したいです。ぜひ、はい、個人的にはどうですか。私の目標個人的には、個人的にはいろいろと最近なんかネットとかでマナーみたいなのにすごいハマってて、マナーなんかトンちゃんとこの前アイドリングの中の企画で月間の企画でこういうこれ着たよ、着付けのワーサーをして着付けをしてもらって実際自分でも着てみたりとか、あとなんか和室のマナーみたいなのがあってそういうのを教わって、なんか最初全然できなかったんですけど教えてもらうとすごい楽しくて、きっと役にこれからね絶対立つだろうなと思ったので、実習的にちょっと勉強して活かせる場面が来たらいいなと思います。